今日は、炭素電極についてその2ということで、主としてグラシーカーボンについて、話をします。で、これは、1985年に、クアナたちが発表したデータなんですが、クアナというのは当時、オハイオ州立大学にいまして、現在は、カンサス大学に移ってそこをリタイアして、いまして、彼自身は光透明電極のパイオニアとして非常に著名な方です。で、今日の話は、まず、彼の仕事から始めて、そして、その後主としてマクルーリーたちの仕事の紹介になります。で、マクルーリーもオハイオ州立大学、同じオハイオ州立大学の先生でして、1990年以後、85年から90年以後に非常にグラッシュカーボンを含めた炭素電極の、その中身について突っ込んだ研究で非常にいい仕事をしている方です。で、そういうようなことで、グラッシーカーボンの表面の状態がどういう具合に電気化学に反映するかというふうな話を今日はしたいと思います。で、まず、このスライドですが、これは、クアナたちが、グラッシーカーボンを、の埋処理法として非常に厳密なやり方を採用しました。いろいろ研磨の手順なんかをいろいろ工夫して、そして非常にアクティブな表面を作っているというふうなことです。で、活性としては白金電極にほぼ匹敵するような活性を持った電極を作ったというふうなことです。で、この CV はフェリサイアナイドの OK について、送印速度を変えながら、こういう送印速度を書いてありますが、送印速度を変えながら CV を重ね書きしているわけです。で、これから見てわかるようにピークポテンシャルの位置がほとんど変わらないと、ピーク電流のポテンシャルの位置がほとんど変わらないというふうな非常に綺麗な CV です。で、このデータから電子移動速度、電極界面での電子移動速度について 0.14cmps というふうな、当時としては最も速い電子移動速度、フェリーサイアナイド系について最も速い速度のデータを発表しているというふうなものです。で、この電極 研磨の仕方っていうのは、これはデータが非常にいいデータが得られるまで研磨を繰り返すというふうな方法です。そして途中の段階では、使用する水、それから、研磨の各ステップで必ず、超音波で洗浄すると。で、その過程で外部から汚染されないというふうなことを非常に厳密に注意深くやっている。結果、こういうふうな非常にきれいなデータを得ているということです。で、このことからも非常にその正常さというふうなこと、
電極表面の正常さというふうなことが非常に重要なことが、分かるわけです。で、この正常化 GC の表面をはどういうふうな正常になっているか、科学的にはどういうふうになっているかというふうなことを、彼らは、キャラクタライズしているわけですが、これは一つのデータで、デファレンシャルポルス、パルスボルタンメトリーで、この表面を見ている。で、これから分かることは、この以前からこのことについては言われているわけですが、機能、ハイドロ機能の構造を持っているだろうというふうなことは言われているわけですが、このデータから、この部分が 1、2ナフト機能のところと一致するというふうなことを彼らは発表しています。で、この表面が汚れてきて活性が落ちてくると、デファレンシャルパルスボルタメトリーではこの辺りのピークが見えなくなる、おそらくこれがブロード化して見えなくなるというふうなことで、ここでも非常に正常化というふうなことが非常に重要なことが分かってきます。で、以後はマクルーリーたちの仕事の紹介なんですが、彼らは大体、テストに使う、材料として対象として大体、絞っている。で、例えばこういうふうなフェロサイアナイド系であるとか、あるいはアスコルビン酸であるとか、それからドーパミンだとかドパック、こういうふうなもの、それからメチルカテコールというふうなものを大体選んで材料として使っています。で、これはかなり考えて考えた上で選んでいる材料でして、アスコルビン酸というのは大体、電解酸化を受けて、それに対する還元は見えないと、科学的に不可逆な系です。で、普通は水溶液中でこういうふうな、プロトンが取れて、アシディックな、分子として存在しています。で、一方ドーパミンになると、これはカテコールアミンの一種ですが、このアミノ基が、通常の、まあ、使う pH に依存しますが、こういうふうなアミノ基がプロトン化してプラスになりうるというふうな分子です。それからドパックというのは、これは ドーパミンからさらにカテコールアミンを経て体内で代謝されて、こういうようなカルボキシル基がこのアミノ基のところにくっついてくるというふうなものですよね。で、これはカルボキシル基、pH にもよりますが、アニオンとして存在しうるというふうなもの。それから一方、メチルカテコールになると、ここのカテコールのところにメチル基が置換されているものですが、これは、pH に依存しないで中性の物質。こういうふうな、アニオンであるとかカチオンであるとか中性のもの、そういうふうなものを選んでいる。それからカテコールというのは、後からも話が、以後の、3回目の話にも含まれて出てきますが、グラシカーボンなんかで、吸着をしやすいような物質で、その吸着が、電気化学的な応答に非常に効いてくると
いうふうなことが次第に分かってきているというふうなものです。でこのほかに彼らは、まあ、通常よく使われている、ルセニウムの、アミン錯体であるとか、コバルトのエチレンジアミン錯体であるとか、そういうふうなものを、特に、かなり考えた上で選んで対象材料としているということになっています。